皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS のゴールデンマンネことジョングクが新たなプロジェクトを発表しました。これは、アーミーが待ちきれなくなるようなビッグニュースです。ジョングクの最新プロジェクト、ユングクーク、I Am Still With You の詳細をお届けします。ジョングクは彼の初のソロドキュメンタリー、 アイアムスティルのスペシャルエディションであるアイアムスティル・ウィズ・ユーを通じて再び大スクリーンに登場します。このドキュメンタリーがどれほどエキサイティングなものになるか想像できますか知らない方のために説明するとアイアムスティルはジョングクのソロキャリアの軌跡を追ったドキュメンタリーでコンサートの映像や独占インタビューこれまでに公開されたことのない瞬間が収められています。 この映画は2024年9月18日に初公開され、世界中の興行記録をすぐに塗り替えました。そして今回、イチアムスティル・ウィズ・ユーでは、アーミーにとってさらに楽しく親密なパーティー体験が待っています。では、このパーティーエディションは何が特別なのでしょうか ?BTS の所属事務所がプラットフォーム X、旧ツイッターで発表した情報によると、このスペシャルエディションでは、 さらに深い内容が提供されるとのことです。ジョングクの世界にさらに引き込まれるようなエキサイティングなコンサート映像やより個人的なインタビュー。そしてもちろん、これまでに見たことのない多くの映像が含まれています。世界中のアーミーにとって、どれほど特別な体験になるか想像してみてください。アーミーの皆さん、このチャンスを見逃さないでください。I am still with you. は2024年10月11日から劇場で公開されます。チケットの予約を忘れずに、この特別な瞬間を見逃さないようにしましょう。さて、アーミーの皆さん、このドキュメンタリーのどの部分を一番楽しみにしていますか舞台裏の瞬間ですかそれとも、壮大なコンサート映像やジョングクの個人的なインタビューですかぜひコメントで教えてください。また、すでに、 アイアムスティルを見た方は、お気に入りの部分をシェアしてください。以上、ジョングクのスペシャルプロジェクト、アイアムスティル・ウィズ・ユーに関する最新情報でした。アーミーにとってジョングクにさらに近づき、これまで明かされていない彼の一面を見る絶好の機会です。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は、コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。 お体に気をつけて、さようなら。